はいどうも、石川県の金沢を中心に全国そして世界を飛び回り、我とスピリチュアルの融合そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャンネルアリューです。どうも。はい、今日の動画ではですね、またこちらも、ご質問ですね、が届いておりまして、龍神系の神社はどこですかと、いうことで、来てます。で、これに関して言いますと、まあ、全国ね、龍神関係あるところって結構あると思います。まあ、龍神に会いたいのであれば、それこそね、まあ、別の動画でも喋ってますけど、田無神社っていう、東京のね、田無神社ってとこたくさんいますけども、まあ、それ以外ですね、まあ、チャネラー龍がですね、私が、まあ、行った神社の中で、まあ、強力だなと、いうところは、戸隠神社ですね。長野県の戸隠神社。こちらの、奥ですね。まあ、2つ神様が祀ってありまして、1つは雨の立ちからおっていまして、天の岩戸をですね、ボンと投げた、力持ちの神様がいるんですけど、もう1つですね、九頭龍神といいまして、頭が9つある龍が祀ってあります。ここの九頭龍神というのは、まあ、宇宙神ですね。宇宙につながっているこう神様。というふうに私は認識してまして、まあ、非常にまあ 龍神の中で非常にパワーが強い、というふうに認識しております。なので、龍神系の神社と言われれば、私がまずです、まあ、他にもあるんですけど、まずまあイメージが強いのは、九頭龍。九頭龍が祀ってある戸隠神社です。はい、ぜひあなたもね、気になってみたら行かれてみたらいいと思います。まあ、戸隠神社結構有名ですけどね。はい、まあ、なかなか場のエネルギーもいいですし、行かれてみてもいいんではないでしょうか。はい、ということで、いつものお知らせです。はい、LINE でね、友達登録キャンペーンということで、チャンネルアリュード友達になってくださいと、いうことで、いつもお知らせしてます。不動明の、パワー付き画像をプレゼントしてますので、ぜひぜひお友達になってください。で、あとホームページだったり、ブログですね、の情報は、この下の、ところにですね、リンクを載せてありますので、そちらからまたチェックしていただけると嬉しいです。ということで、チャネラー龍でした。